かったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。Please stand up. とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。まことに主は海に地のもとい寄せ、またもろもろの川の上にそれを築き上げられた。誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようか。手が清く心が清らかなもの、その魂を虚しいことに向ける。ああ、さるき主
Oh.
Bye.
恐れの中心に置くことなく、私を真に恐れ、あなたとは私の道を全うしていきなさいとおっしゃわされます。あなたとは迷いと恵みの中で大きな勝利を見ていくであろうとおっしゃわされます。このリバイバルというビジョンが明確に与えられていますが、このビジョンは日本国内にとどまるものではなく、終わりの時代における世界のリバイバルにおいて主の十字架が関わることを意味しているとしか言われます。それは小さな地域のことだけを思うのではなく、全世界に目を向け、さらにこの終わりの時の私の全能の働きに目を留めていきなさいとおっしゃいます。特にこの21世紀の新しい形態の持った教会形成という事柄を主が導かれている中で、インターネットを使用するという事柄はこの主の導きであり、また全世界のリバイバルに関わっていると主が言います。さらにこの21世紀の働きにおいては、20世紀までになかった大きなレベルでの働きが進み、また大きなレベルでの教会が立て上がってくると称されます。特にこのインターネット上でのオンライン礼拝の会の方々においても、この献身し、この実質的に教会の奉仕者としての歩みというのが、このネット上で具体的に主に導かれていくがゆえに、特に教会組織図というのが変更されなければならない時が来ているとしか言えます。オンライン礼拝の会の方々を含めた奉仕者の体制に切り替え、この組織図を主に聞いて切り替えて、ことによって信仰の踏み出しになり、またこの五大陸に存続する奉仕者が明確になってくるとしか言えます。主を喜ぶことは力。主だ。Exactly telling the, including the internet people. Yorokonde yo, egao de iyo. Kamisama ga iru kara daijoubu. Yorokonde.手と道は全世界に向かうとおっしゃっています。あなたはこの地におけるリバイバルとともに全世界における働きに目を留め、また従っていきなさい。私はあなたとともにおり、あなたを通して私の技を表していこうとおっしゃっています。この実質的にこの教会に通う方々においても万という単位であり、それと同時にオンライン礼拝の会の方々も万という単位になるとしか言えます。その中で奉仕者数というのは何百という
数になってくるがゆえに、特にこの主の主任牧歌によるオーダー系統というのを今の段階で明確にし、シンプルにし、通りよき組織としておきなさいとしか言われます。さらにこの身体の骨組みをしっかりとさせておかなければなりません。またしっかりさせることによって、また大きな体を支えることができるようになるとおっしゃっています。この今起こってくる小さな諸問題をこの感謝し、またその諸問題におけるこの問題点において学ぶべきことというのをしっかりと学んで、主がなさろうとしているこの教会の霊的な骨格づくり、実際的な骨格づくりということを忠実に成しておきなさいとしか言われます。再任再任に向かって、私は多くの者たちを救い、癒し、解放していくとおっしゃされます。またこの多言語におけるこのホームページの立ち上げというのは、この主の御心であり、これは忠実に進めていくようにとおっしゃられます。あらゆる時に、あらゆる時に主を褒めたたえよう、いつも主に賛美を、皆をあがめよう。主を求めください。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げ知らせるものであります。この教会ではですね、どこの教会の方でも、それからまだ洗礼を受けられておられても、イエスキリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に行うことをお勧めしております。ですから、イエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々は、ぜひこの式に行ってください。また、インターネットで礼拝されておられる方々の中でですね、イエス様を信じまた告白されておられる方々、その中で聖餐式を受けたいと思う方は、ご自分でパンとブドウジュース、ブドウジュースを用意して配っていただきたいと思います。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福し、インターネットの方々のパンとブドウ酒、ブドウジュースを豊かに祝福してください。そして私人々のうちに御子と御父の名を表してください。主はあなたの皆をあがめます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もし心の中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りはイエス様の名前によってお祈りします。アメン。In the name of Jesus we pray. Amen.
イエスはパンを取り、祝福しの祝福先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体でございます。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血。それではお願いします。天皇様、この聖餐の恵みをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは献金の時を申します。
宮下牧師を呼んでください。愛する天のお父様、あなたが私たちの必要をご存知であられ、また満たしてくださる神であることを心から感謝いたします。今私たちは御前に献金をお捧げいたしました。主よ、どうぞこの献金をあなたが受け取ってくださり、清めてくださって、あなたご自身の働きのために豊かに祝福して用いてくださるようにお願いいたします。また今日捧げになったお一人一人の上に主の豊かな霊的な祝福、また実際的な祝福がありますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。第一テサロニケの4章を開いてください。テサロニケチャプター4、私の聖書で400ページですね。新改訳の3版となりますね。400ページ。My page is on 100. それでは、お読みいたします。4章の16節からですね。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で地と会うのです。このようにして私たちはいつまでも地と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。お祈りします。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これから、御言葉を通して学ぼうとしていますが、生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。今日はですね、この箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで、先週はですね、私事ですが、私の、父親の、葬式をやったんですね。それで、まあ、当初は家族だけということだったんですが、親族も集まって小規模に行うということで、まあ、こちらの方はですね、親族がの方々の多くはノンクリスチャンであるということがね、引っかかってたんですね。それで、まあ、親族の方々が来られるので、本気の葬式になったと。まあ、そういうような形でこうありました。そしてですね、まあ、私の父親はクリスチャンだったので、それはありがたいことだったんですが、まあその葬式を通してね、具体的にまあ福音のことを伝えるということだったんですね。そうしましたらですね、ちょっと時間が詰まっててね、はっきりと見ていなあのおれなかったんですが、秋元家の親族は全て受け入れの祈りをしたんですね。それはもう本当に感謝なことでした。で、今度はですね、土曜日に記念式を行いますのでね、まあ、暇な人は、いらっしゃっていただきたいと、こういうふうにこう思います。それとともにですね、ポイントの方々がね、このところ、昇天されるということを言います。チャック・スミスとかね、チャック・スミス、それから、マーリン・キャロラーズさん昇天されしましたし、我々では小牧師もね、昇天されたんですね。そうしましたら、昨日サイ姉妹がね、昇天されました。皆さんでは清川さん名前でご存知の方も多いというふうに思うんですね。それで、いろいろ、主の十字架の働きをですね、助けにように、いろんな助けを受けていったんですね。まあインターネットの働きとか、あるいは新井先生との関係とか、いろいろそこのポイントから来たことがありましたし、すごく今回は印象的だったのはですね、今日の修法の写真なんですね。これは蔡さんが見せてくださってですね、そのお孫さんかな、その方が捉えたやつで、マケドニアの虹なんですよね。
で非常にこうなってましたね、主の導きを感じたそういう写真でした。これが今日ね出てるっていうのは大きな何か偶然ではないようにこう思います。まああの天に行かれたっていうことはね寂しいことですけど、まあいずれ会いますので、ですね、それは本当にしばらくないということでね、神様がその時を与えてくださるということね思います。あのフィリピンに行った時ですね、なんとかっていうところですね。In the Philippines. これクルセドだったんですね。村のすべてほとんどすべてが集まって280人ぐらいのモンテベスト、こうやったんですね。でそれで非常に霊的な妨害が強かったですよね。その時はですね、やるまでにおいてね。そして集会が始まる時でもですね、停電になったり人が集まらなかったりして、あのよくねこう祈るんですね。もう今日はあの集会やめてくださいってね。まあ、そういうふうに祈るほどの状況だったんですが、話し始めたら聖霊さんがものすごい働きましてですね、でびっくりしましたね。我々の宣教史上最大の人たち280人中250人が決心したからね、すごい集会になったんですね。そしてそこにあのいらっしゃる牧師さんがですね、最初はやる気なさそうだったんですが、集会が終わった時にもう喜んじゃってそしてね、素晴らしい神様の働きだということで帰るときにですね、あの、まあ、興奮しながら帰っていったわけですけど、また来ますって言ったらね、彼はですねこう言ったんですね、また今度は天国で会いましょう、ね、だから知ったんですよ、また来ます。彼はね、天国で会いましょう、私もう1年もしないうち来ます、天国で会いましょう、この人意固地だなと思ってですね。そしてですね、あの別れてったんですね。そうしましたら、それから数ヶ月後にですね、脳梗塞かなんかになったのかな。でね、急死されたんですね。でその時に、あの時天国で会いましょうって言ったのは、神様に言わされていたんだなと、こう思いました。そしてですね、あの再びまたね天国で会うことができる。ということをね、非常に私はですね確信しておりますし、また私がですね天に行った時に迎えに来てくださってるかもしれませんよね。ただ多分顔をこっちは忘れてるでしょう。ですね。ですからあのクリスチャンの特権というのは、ね、非常に大きなものだなとこういうふうに思います。それとともにですね、神様の働きは、ね、いろいろこう進んでおります。あの賛美の働きは特別な神様の御心があります。おそらく今回のリバイバルでちょっと私が感じているのはね、キリスト教会における賛美の位置っていうのがあるわけですね。そして主の十字架っていうのはその賛美の位置が非常に重いところに神様が置いて導いてくださってるんですね。しかしね、それを超える賛美 の, あの深い何て言いますかね、力があるっていうことがあるんですよね。そしてですね、今回風の響きでしょ、こういう音ですよね。でこれはあの、はっきり言えば、聖霊の響きなんですね。そして聖霊の響きっていうこの、言葉はですね、実は、今までの賛美の働きのレベルを超えていると私は感じているんですよね。すでにあの今までですね、心ゴスペじゃない、心ゴスペやりますので24日ね、まあ、皆さんいらっしゃってください。安らぎの歌ですよね。でこれで、今までにないことが起こってきたわけですね。先ほどの、映像を見ていても何も泣いてましたよね。そしたらこの間、この間じゃない、昨日ですよね、あの何が起こったのかというと、どっかのチームが路上で賛美やってたんですね。大きな愛をやってたら通りがかった方がいらっしゃって、そしてなんかその人ノンクリスチャンでしょ、葬式でこの歌を使ったって、あの若い男の人たちはどうしたんですかって、多分ギフトが歌ってて買ってったのかな。そうしますとね、ノンクリスチャンが葬式に使うようなほど影響を与えてるわけですよね。ですからあの、
とこう神様の安らぎの歌においてもね、あの神様大きな働きをしてたなと思いますが、これは序の口ですよ。序の口ですね。これから風の響きっていうね、この名前に変わって実際上ね、大きな変化がここで現れてくるっていうことをね思います。直接的にリバイバルにかかるような神様の働きとね、技が起こっているんですね。それで予言では世界に行くって言ってますから、あの夢の世界に行くって言ってますね。現実の世界にこう行くとね、こういうわけですよね。世界に行くで、皆さんね、世界において、この霊の壁をこじ開け、そしてですね、神様の働きを大きく開く、そういう賛美としてね、おしらいで、こういうふうに感じるんですね。ですから、あの、私はね、ちょっと感じてるのは、今まで感じた賛美の力ではない賛美の働きがそこから起こってくる。ですから、あの、ビンヤードソングとかね、ヒルソングをはるかに超えていく、ね、まあ、違う分野ですね。こんなこと起こるかって、ね、思った人はいると思いますが、私はね、それを信じているんですね。なぜなら、ね、ヒルソングはこの言葉が与えられてないんです。風に乗せている。で、これは強烈な形でこれは終わってきますよね。例えば、あの、奇跡が信じられない方がいらっしゃるかもしれませんが、皆さん、あの、神様に言われたのであなた方は世界に行くって。皆さん今世界行ってるじゃないですか。ね、皆さん南米から北米からオーストラリアからそしてヨーロッパから、ね、我々の宣教チームはこう言ってます。まだちっちゃなんですけどね、個人ができてるじゃないですか。こんなテレビに出ます。テレビですよね。でまだこれ初めの方でしょ。皆さんね、それ自体がもうすごい奇跡なんですね。で、神様ね、その話をしたんですね。そしてね、風の響きですよね。そして、あの、これは全世界におけるリバイバルの働きと大きな関係があるので、特別な霊的な働きを成していくと、こういうふうに思います。しかしですね、その時にね、これをね、あの、間違っちゃいけないんですね。それは何かというと、例えばヒルソングとか、ね、技術的に優れた曲というのがあるわけで、歌っている人も素晴らしい、ね、そういうことね。で、そこに近づくように我々は、あるいは超えるようにね、熱心に求める必要があるんですが、勝負はここではないのです。これは間違いないんです。これ祈りですよ、皆さん。私ね、多分ね、こうだと思うんですね。ヒルソングが、ね、徹底してそんなに祈ってる人いないと思います。ヒルソングあれは音楽の力です。しかしね、あの、この風の響きってのは精霊の力を言ってるんです。風の響きだから皆さんね、本気の担う方、神の後ろに立って神の奇跡を担おうとする方々は祈りなんです。祈り、徹底して祈る。そしてですね、あの、その祈りを通して表される聖霊の技が風の響きの実践だ。そして皆さんね、世界に行くとかね、技が行くと栄光があるんですね。例えば、今ね、あの、主の十字架の賛美隊は賛美グループはいろんなところで欲しいでしょう。Praise Month is anywhere. We singing, and somebody put on the Christmas star. これは内部の活動だから、皆さんはね、外の評価もしませんし、あの、それは当たり前のことだと思っています。日本のキリスト教会に教師こんなことはなかったんです。ですよね。それからチェ・ドクシンさんがお話した時ね、ギフトの会話が雲に出てますよね。そうないかというと、いろんな教会から集まったんですかって言って、一つの教会だったらね、どこだけの人たちが一つの教会だったら、ね、教会だったら、ね、教会だったら、ね、教会だったら、そこにいたボンクラが集まっただけなんですよ。And that member is で、
それはね、特別なことだってチェドクシンさんが言ってるわけでしょ。そしたらね、あのカマンドシップもゴスペルシンドもラスポもいっぱいぐじゃぐじゃいるんだから、ゴスペルシードぐじゃぐじゃでしょ。So、だってね、賛美チームでよく考えてるじゃん、こんなことないでしょ。何がないかというと、この中の半分くらいは歌えるでしょ。So、how people 歌えるってのはね、誰でも歌えるんですか。つまりうまく歌えるでしょ。It's a, half people 半分くらい皆さん。It's a, じゃあちゃんと人前に立って歌える great singing. 歌ってね、感動を与えるレベルの方、And、うじゃうじゃでしょ皆さん。Somebody, touch the うじゃうじゃじゃないですか皆さん、ね。People.So many people is in here. それが異常なの。どうして異常なの？ Because working in the Holy Spirit, going to the revival. だからね、勝負。それで、今度は、感謝と賛美とリバイバルキャンプね、行きます。チャーチオンラインの祈りの、松本さんですね。チャーチオンラインってね、特別なことで、皆さんね、虹見てる人が多いですよね。なんか特別な会社の意味があって、そのことの成就なんですよ。とうとう虹を、ギフトが突っ切っちゃった。おそらくね、ギフトとか、rainbow. they received the blessing or something. で、2番目でしょ。1番目はね、私と長藤君がくぐっちゃった。Second, くぐっちゃったですね。単にね、だってそんなことないんでしょ。And the person 長藤 to the rainbow. Rainbow.Lembu received the church on the way. The point got through the Lembu. The same things are received. Please in the church on the way, live in the God.Starting the revival and something in space. It's more God living and near the Golden Gate praying. And different the ですからそういう意味でもね、来ていただきたいんですが、もう一つは賛美隊に関して言えば勝負。And, それで、God has planned the ハリウッドで歌うとき、今までにね、ほとんど日本語だったんですけど、英語で歌ってください。Praise、ね、ほとんど in the Hollywood、まあ、4曲中3曲、5曲中4曲、ね、英語で。Just singing the English. そして、スティーブさんも英語。あれね、今ね、スティーブさんは俺の歌を見に来ていろいろ論評してますから、ですね、そのために来てるとは思います。なんか思いの中にあるんです。 It's not only listen, だって論評するだけなんですよ。 Something has born, he has born. And in the coming day before the prayerThey have a judgment about our sin. And God is working. And some people. 福岡に行ってですね、ちょっと感じたことがあるんですね。それは何かというと、一生懸命やってね、素晴らしい集会ではあるんですが、So it's great for the meeting. It's a human. I feel the human. In the church meeting, and over 16 people is a hardship of time, and please come in. Let's go. Let's take it.そして行ったら、それでみんなで、ね、祝福をいたしましょうということで、それでなんかね、こうやって、
なんかこうやってあの通り道を作って、時々あるじゃないですか。その下通る。And ね、だからみんなで祝福したいっていうことでしょ。ね、And、私たちね、それ嫌なんですよ。嫌だなと思ったけど、気分がね、みんな壊しちゃまずいかなと思ってしょうがないと思って、こうやってこう抜けてったんですよね。しょうがないなと思って。そしたら、横からそれようと思ったら、無理やりこっちに登ってくださいとかなんか言われて、高段に7、8人の登っちゃったんですよね。And そしてですね、こう言われるんですね、皆さんは本当に日本の伝統のために今まで、they are doing the hardship time and working. And please pray. それはもう意図的に分かるわけですね。ともかくあのいろいろ頑張ってきた人をね、慰めて祝福して、そして継承のために祈ってほしいというね。でもね、あの今も pray for the blessing。で、何かって私はね、人の継承なんて祈らない。And I didn't pray for the マリンさんから継承したところ。Please blessing。そうでしょ。And、で、新井先生来てくださってやってるでしょ。いろいろ教えてくださってる。いいですね。狙いは継承です。新井先生の例の存在をもらうってことです、ね。And also, そしてね、あの引退なんて全然考えてない。Pastor, right? The blessing.だってあの我々に対する神様のメッセージは何か少年を大将を挑けでしょ、ね、それから青年を大将を挑けでしょ、まあ、ついでに中年を大将を挑けでしょ、で皆さん老年を大将を挑けなんですからね。ね、で私はあの中学生以降ですね、あの、差を感じない、全然感じない。ジェネレーションギャップ、中学生、いやーみたいな感じですよね。そうそう、向こうの方が感じちゃったんだよ、私全然ね。The others be the people is feeling the different gap. これを失うときに皆さんは年相応になります。And if you go brown, if you lost go brown, something the about 20 people. 80歳ぐらいのおばあちゃん。It's like so the fear is eating people. わがまがしい体毛を持ってる。だって、in our church, it's a great burn. It's a something people is a strange burn. で、皆さん怒ったでしょ。なぜ怒ったの？神から。We had to already the God work because God working.そしてですね、ヨーロッパの宣教団体のゴルフ関係に入るって怒ったじゃないですか、ECIのあの偉い方々が。Ship, the, in the Europe, ですから皆さんね、パートナーシップ in the Europe。そしてですね、少年も、少年はいないかな、それから中年も、only, それから老年も、boy.大将で、どうぞ皆さんね、大将になってください。方向地面に行きたいね。ご飯いっぱい食べたいとかね。And we receive the eat the eat more。もらったそのビジョンをしっかりと取って。And please receive the God plan。And stand for the peace。We are going to the all of the world. で、皆さんね、大使のない人はそれなり。それなりに。Not, 大使のある人はね、正しい信仰の対応を取るならば、それらの方々の大きな言葉はね、We will see the God has a great plan.And also prays and changes the plates. Exactly, we are going and cutting. And also including the plates that going to the river.
and cry in the test, a message. I made some mistake. Gospel, singing the gospel, that time is a cry, is something different. そうでしょ？泣くんだから。And crying. 皆さんね、すでに普通でないことが起こってきてるんです。これはね、これから起こることを、ね、主が見せてます。これから起こってくる。そしてね、皆さん、ね、祈りですね。そしてね、賛美の働きは、今までのリバイバルに、受ける賛美の働きとはレベルの違うものとなっています。それが風の響きの意味です。風の響きの意味ですね。皆さんね、祈り祈り pray, 祈り pray. 皆さんね、結構技術的に上手くなっちゃったから、everybody, 言ってましたよね。うちの信者って言ってましたよね。ですからね、上手さの方に流れたらダメです。それは何かというと、普通にうまくなって、ね、うまくいけば有名になるかもしれない。その程度で終わります。神様はその程度のことを出るわけじゃない。これは神の働きのために、また再臨に向かっての働きのために、こう大きくね、主が表しているわけですよね。それでどうぞ、そのリバイバルの大きなポイントとしてね、キャンプがあります。どうぞいらっしゃってください。それとともにどうぞ。And please come to the revival camp. And if you have, if you haven't the money, please pray. And don't don't forget the hope. Don't forget the hope. And if you wish the and praise the God work and God work. And our church group, the gospel group is great because they pray. And this song is a new song. And back chorus is a that's not. And they didn't singing. ではあれ、自信がないから歌ってもらおうと思ったら、私以上にみんなが自信がなくて、結局メインで歌ってたのは私ですよ。They didn't know about that new song. ね、あの程度のあれですよね。でもね、精霊が働くときに皆さん間違ってる。力が。Working for the Holy Spirit. 単にこの地域の一つの教会とかね、篠塚のいくつかの教会、地方の教会、含めた教会がね、including the the other TSCC church going to the 全世界ですね。All over the world. ビジョンを持った人はね、世界に行きます。Please receive the vision. ね。だこれはね、危ないんですよ。何が危ないのかって、ビジョン持ってない人、信仰持ってない人は行かないんです。無理です。Dangerous because まあ始まるのですよね。大きな働きがね。Got working。12月30日の、約9時ちょっと前からね。ザンビアの個人だったでしょ。ね、ちょっと思い起こした。あれ我々の個人です。Sorry。ザンビアってどこにあるか知ってますか？ In the shoulder 台湾
TV in the about Zambia. It's not that Chinese or not Korea. In the Africa. Aoki-san is a great work in the Zambia. That thing God making the most God has a strong the power and God works. That's great meaning. Please remember. And also, important the praise. And also, the very important is the gift. Spiritual gift. And please pray for the healing. And this is a key. It's a great work. Please do it. And in the February is a we had to do in the Snellgo camp in the Hakuba. And we teach the pastor, invite the pastor. And point of the revival, so please remember, please come and please join for the discount. And this scripture is a first Thessalonians. 主は号令と御使いの呵責の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。これは、空中再臨のことです。再臨というのはイエス様が再びこの世に来られるぞというそのことを言っているんですね。しかし、再臨は2回あると Jesus Christ the second coming is two timesそしてですね、あのエルサレムに再臨されるね、オリーブ山に再臨されるのは地上再臨です。It's the grand Jesus Christ the second coming and before the seven years。でこれはどのぐらいしての2分の1だったっけな、ちょっと計算ね、great difficult time。So many people is died. More than half after the is a difficult the great the difficult time. Kim Jong-il is what died.In the North Korea. そしてラッパの響きのうちに再臨するというのはここです。これは、ラッパ7と書かれます。そして第7のラッパの時。空中再臨です、ね。どうして空中再臨かというと、地上まで降りてこない。で空中で Because air, why air is not coming the round?でこの景況っていうのは何かというと、What means a rapture? 富士山が天に携え上げられて大きな困難から救われるっていうことです。We are going でこれはあの heaven, 福音派の方々は、困難全然と。Some people is going これはね heaven, 勉強しないからですね。The time the trial time is going to heaven.Exactly, write down the Bible. We in the difficult time. It's a more great
この敬虚される時に敬虚されるクリスチャンとされないクリスチャンに分かれている。And some people is going to the rapture, but some people stay in the ground. And point, please remember the point. Only Philadelphia Church is going to rapture.In the Philadelphia Church, not all members are going. Is a no. Great, get up. Some people is sleeping people. Is no. And this morning the service.And coming the sleeping people and deeply sleeping is out for the other people. In the sleeping people, as I didn't go to the rapture.でもマタイの福音書を見ますとね、みんな眠ってたって書いてますからね。眠っていないのが必要なんですが、仮に眠ってたって景況はあり得る。People is sleeping. これは景況するクリスチャンとそうだね。Sleep ここはね、ちゃんとね、not rapture is not different. あるいはその前に状況。ね、その前に状況。And before the そしてね、この時に、時間がないのでね、簡単にこう言います。霊的なことからね、ちゃんと理解してるんです。それは皆さんがこういろんなことに対応する上で重要な意味合いですね。例えば、この景況前に死んだとしたら、皆さんが死んだとしたら、まあ何かの方が死んだとしたらね。そうしますとね、こういうことが起こります。私たちの体は Our body 霊と is a, soul 肉からなっています。And、ね、でこれは血肉からなっています。血肉。血肉。Body 血肉。もっと肉が出た人なんですかね。で血肉の体ですね。肉と霊。Our body is a me. それでね、死ぬでしょ。すると私の父も仮装になって、ね、骨になっちゃったんですけど、肉は滅びるんですね。だから肉は滅びる。そしてね、霊が天に行きます。だからマリンさんは今はね、霊なんです。霊なんです。軽やかでしょうね、霊だからこうやってね、ね、多分踊ってるでしょうし、ね、私の父も霊なんですよ、ね、霊的な存在。だから皆さんね、体ないんです、死んじゃったら。だから皆さん死んじゃったら体ないですよ、ね、霊ですよ。そしてね、天国は霊の世界だ。In the heaven is a 体はないんです。天国は体であっては入れない。血液の体はもう入れない。なんだから死んだら霊です、ね、お分かりになりますね。そうしますとね、いろいろ困ったことになってくる。霊だと食べるってことどうするんだ。そう、as a didn't eating だって消化器ですね、口も全部肉にありますから。 and without the ですから食べるってことはね、おそらくね、body I think the didn't eat andsomething different the eating. I don't know clear. I'm not clearly. When the die, the we have spirit. Our body receives the again.この例である、この
もし我々が天に行っているとするとね、私たちに体が与えられるんですね。それで体は御霊の体です。We gave a body again. It's a spiritual body. これが与えられている。We receive the spiritual body. ですから、御霊の体が与えられるのは敬虔の時なので、今天に行った方々も霊だ。Receive the spiritual body. それで敬虔される方々はどうなるかというと、例えばここで敬虔すると天井にぶつかるんですよね。敬虔された瞬間に首を折って下に落ちる。でこのことが起こるんですね。でそれに対してこう言ってるわけですね。17節ですね。4の10。次に生き残っている私たちが立ちまし彼と一緒に雲の中に一挙に引き上げ空中で一安のです。こう書いてあるんですね。で私たちは、いつまでも主と共に行きます。だから一挙に引き上げられるんですが、引き上げられた時に起こる現象に関して、第一コリントの、15章に書いてあるんですね。50節、52節。第7のラッパの時ですね。起こることに関して書いてあります。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく、あ、眠ることですね、皆さん。眠ることになるのではなく、It's not sleep. ね、変えられるのです。終わりのラッパ、第7のラッパですね。とともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。だから、敬虔のラッパが鳴って敬虔ですから、敬虔の直前に変えられるというのは体が変わる。それは、ここで生きている人たちは肉の体から血肉の体から御霊の体に変わるぞってこう言ってるわけですね。で御霊の体はね、あの壁を通しますから、それが天にも行きますから。スピリチュアルボディーイズアーゴインだから一気にパッとこう、で、まあ、霊で行くならね、体だけ残るスピリチュアルボディーイズ霊は行くんだけど体は変わっていくということで、そしてですね、ここから御霊の体によって生きる。そしてこれはですね、キリストの再臨を超えて神の国に入り、永遠に続く体です。だから、永遠に続く体。Eternally is we receive the body.ですからそういう感じになってですね。あの辺がなんかいろいろあの、It's a something sleep place。ね、今あの眠りの海にアリスね、私じゃないかしらって隠れてる人いますから。そういうパス、コリンシャンチャプター、こういうこともね、頭の体が担っちゃったらできない。そしてですね、私たちは永遠に生きる。And we live the eternal. 2つの事柄っていうのははっきりと。And please, これは remember the, で、皆さんがね、もし敬虔の前に死ぬなら停止ですよ。そしてこういう過程を通りますよ。Before the rapture time, the, はい、お祈りします。天の様、どうぞ人よしとのうちに豊かに働き、Let's us pray. 御霊と御業を表してください。Please live before the, 信仰があるんですが、口でそれを表していないので、その信仰を働かせない結果、主の技を見ない方がいらっしゃいます。これちゃんと告白していくように主は払っています。天の様はどうぞ豊かに導き、最後よことみなぞを表してください。こうしなければいけないという思いがあるんですけど、そっちの方に踏み出さない方がいらっしゃいます。これは踏み出すことによって主の特別な祝福がきます。これは踏み出していくように主は語っています。下の島どうぞ豊かに導いてください。重荷があることをずっとこの心の中で持っているんですが、しかしそれに対する対応がまだなされていません。それに対する対応をしていくように、また対応することの中で主の技が起こっています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やみの心を持ちたいと思います。 Now we have prayそれでおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞ一人の家族精神で癒しを行います。イエスキリストの御名によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの御名によって癒しを行います。
ください。イエス・キリストの名前でお人を人の可能性します。野菜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 。喉にちょっと腫れ物がある方がいらっしゃいます。これがいらっしゃいます。感謝してみてください。腰の中心のあたりに痛みを持っている方がいらっしゃいます。これがいらっしゃいます。耳鳴りがする方がいらっしゃいます。これがいらっしゃいます。イエス・キリストの名前でお人を人の可能性します。感謝します。イエス様の名前によっておきます。アメン。